笛が吹かれてスタートです。先に攻勢をかけてくるのはどちらのチームでしょうか。縦に送ります。ここはなんとかクリアです。まずは中央から行きましたがボールはつながっていきません。縦にボールが出て右にボールが出てきた。奪われ真ん中から行くエリアの右先制ゴールを決め1点をもぎ取っています。そうですね、とにかくこんなゴールでもねだからさらに注目ですよね。そうですね、これでうまく使うとしますね。止めに行く、これはシュートする。ちょっともったいなかったですね。惜しかったですね。いい上がり方をしてますね。守りを固める。おっとこれは流れた。さあアイルランド前半初めてのコーナーキックを得ています。ここは集中した方がいいですね。中を狙ってきた。ここで流れをつかみたい。前へ、ここからゲレー、ここで激しい右足シュート、強すぎたんでしょうか。しかしすごいシュートでしたね。あとは正確性ですね。一旦下げて、左サイド上がっていく。アイルランド今のところ1点リード。しかしよくボールも回せていますね。本当ですよね。そういった面ではミスらしいミスないですからね。いいですよね、はい、落ち着いています。中盤でしっかり展開してますね。さあ追加点のチャンス。サイドからの攻めを見せたんですがここは阻まれています。サイド攻撃を見せましたがここは攻めきれませんでした。右に出して戻して いい力の展開ですね。これはクリア。ああいう局面でも落ち着いていますね。ヘル攻めているんですがなかなかゴールマウスをこじ開けることができません。さあ固まっている。入った。ヘルここで試合を振り出しに戻しました。いや本当にねこれで振り出しに戻ったということですからね。頑張ってほしいですよね。手元の時計では30分が過ぎようとしています。チェックに行く。サイドから行く。おっとまだ残ってるか。ここは阻まれました。ヘルここからの攻撃になります。ヘルとしてはまあしっかり守れてると言えるでしょうね。大事なところここで奪い合う。おっと危ないところでファールです。まあ守る側からすれば危ないシチュエーションでしたからね。おっとこれは出ますかね。決める。うわ さあアイルランド早く1点返したい。まあ、形としては巻き返した状況ですけどもお互い点を入れてますから僅差ですしね。
い展開してますね。止めに行く。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。そろそろ前半も40分を回るところ。中央よく動いてますね。前へゆっくり送ろうという場面です。さあ同点のチャンスとなるか。キーパーしっかり止めました。しかしよく攻めてますね。アイルランド今のところ1点のビハインド。先ほどから見ているとだんだんとこう中盤をうまくコントロールしていますよね。はい、運動量も増えてきましたね。サイドからいい上がり方をしてますね。チェックが入りました。同点のチャンス。チェック。いやしかし惜しかったです。ここで前半戦終了。さあ後半スタート。ハーフタイムでの選手交代はなく、前半終了時と同じメンバーでの戦いです。ファールです。このボールを蹴るのは古澤。両サイドよく動いてますね。長いボール前線へ。いいディフェンスを見せます。さらにこのクリアボールから中にスッと入ってきますね。おっとミドルだ。ポストの左です。もう少し待ってから行ってもよかったんですけどね。ボールを渡る。チェックに行きます。同点のチャンス。いいとこ流しました。かろうじてクリアしました。いい攻めを見せたんですがちょっとうまくいきませんでした。下げて前方へダイレクトにつなぐ。前へボールが出て右にさばいてチェック。合わせていく。さあ追加点になるか。シュート右足。後半も15分が過ぎました。誰が前線に待っているのか。中に誰か来てますよ。もう一度つなげて。ここはディフェンスされました。北澤さん、ペルー、はい、先ほどからフォーメーションが変わっていませんか。1対1か。シュート、ゴール。さあアイルランド、これ以上離されると辛くなります。を逃れました。さあどうする。止めに行く。行くか。これはオフサイドです。惜しいプレーにも見えますけどね。ヒルバーン、ここで交代させます。さあアイルランド、さあ中盤の選手を変えてきました。これはですね、中盤の守備をしっかりさせようということでしょうね。この辺りからちょっと動きがあまり激しくないように見えるんですが、いかがですか。そうですね、シュート数も前半と比べたら少ない感じはしますけども、それよりも中盤の競り合いが気になりますね。なるほど。セントレジャー、ディフェンダーとしてプレーします。右に誰か来てます。これは旗上がってますよね。はい、旗が上がっています。オフサイドです。守
マークに後半の30分が経過します。チェック、いい展開してますね。ボールを奪う、右へ展開して胸でトラップ、絶好の得点機、これはコーナーキックです。アイルランド、また選手の入れ替えを行います。出ていく選手ですけど、見ていて打球運動量も落ちてましたから、そういった交代だと思いますよ。流し込んで、これは大きくボールの上を越えていきます。今のが入っていればもう3点差となっていました。そうですね、完全に身動き取れなくなってしまうところでしたよね。一人いい動きを見せてますよ。ここには誰もいない。コーナーキックに変わります。上げるのはギブソン、これは入ってきた。中には4人、キーパーキャッチ。右へ回す、ゲレー、最後からいい上がり方をしますね。しかし北澤さん、遠目から思いっきり打ってきましたね。あの辺は決定的なゾーンですからね。いや、しかし切り替えも早かったと思いますね。ここで受けた、どうなるのか。中に2枚、さあシュート、あっと入りません。ヘッドで競る、そこからゲレー、ここからどうする、ヘッド、あっとクロスバーのわずかに上。ちょっと待ってください。両チームともにここでメンバー交代するようです。見ていてスタミナ切れた感じするんですよね。本当変えてきましたね。小さく回します。ロスタイムも残り2分を切りそうです。ペースをうまく使おうとしますね。守りを固める、最後の位置を見せる、右足だ、決まった。もう残り時間はほとんどありません。ちょっともう厳しいか。